回戦で浦飯チームは強敵六遊会チームと対戦した。勝負は雄介と中による大将戦に持ち込まれた。雄介は中の素早い動きや容器を使ったエネルギー玉に翻弄されつつもパワーアップした霊眼で対抗。しかし両者の力は互角。勝負の行方は最後の決戦に持ち込まれた。ナイフエッジデスマッチ。今ので全霊気を放出し、もう普通の人間と変わらねえ。違うか。まあな。実は俺も使い果たした。だが白黒ははっきりつけねえと。当たり前だぜ。よし、決着はナイフエッジデスマッチだ。ナイフエッジデスマッチ。ナイフエッジデスマッチ。なんだそりゃ。ナイフエッジデスマッチ、一体何なんだいそりゃ。いや、俺も皿屋敷中の番を張っていろんな突っ張りと喧嘩してきたが、見たことも聞いたこともねえ。あのナイフで戦うってことかな。そんな、まだ戦うんですか。そりゃそうでしょ、決着がついてないんだから。あれだけ戦ったんだからもう引き分けでいいじゃないですか。もうそれで十分じゃないですか。男の勝負なんだからそういうわけにはいかないのよ。ナタでも斧でも使えるものならどんな武器を使用してもいいルールですが、日本のナイフをどのように使うのでしょうか。おっと、中選手、一体何をする気なのでしょうか。ナイフを2本とも床に突き刺してしまいました。右足をナイフの前にして踏ん張りな。一体どうしようっていうのさ。そのナイフが死の境界線だ。この線を越えないことが唯一のルール。破った場合は死をもって償うこと。つまりお互い一歩も後へは引けない。使うのは肉体のみ。ぶちのめした方の勝ちだ。いいね。あのそのような変則ルールを勝手に決められましても大会本部に了解を求めませんと。姉ちゃんが黙ってろ。そうだそうだ、俺たちはその小僧が死ぬところは見てんだよ。小僧が死ぬまでやらせろ。ナイフエッジデスマッチ、銃の無敵の決闘法だ。肉弾戦に持ち込めばこっちのもんさ。おい、裏飯のやつ肉弾戦に耐えられる力は残ってんのかよ。そうさね、霊気は使い果たしちゃったし。無理だ。いや、力を使い果たしたのは中も同じ。単純な肉弾戦になる。当人たちの精神力が試される。なるほど。裏飯、最後のド根性を見せてやれ。大会本部は何をやってるんだ。私も
いや、一人でいい。それよりお前の仲間はまだ顔を見せないのか。さあ、どうでしょう。玄海師範直伝の奥義とやらを出すんでしょうか。いや、奥義を操るにはすごいエネルギーがいると聞く。その力はもうユウスケには残っておらんだろう。それにここまで来ればわざとかどうとか言ってる場合ではない。すごい打ち合いです。両者足を止め合ったまま無防備のまま打ち合っています。よくあんな力が残ってるな。から先は特別許可書がないと入れないんだぜ。貴様、うわあ、お前の出番はまだまだだよ。いや、ちったマシな奴がいるって聞いてな。恨めしのことか。どんな奴かと思ってな。今戦ってるよ。ああ、見てた。で、感想は。Yeah!
俺には見えるぜ。え？断崖絶壁の孤島で肉弾戦を繰り広げている恨めしと忠の姿が、両者互いに命を張った戦いが。見ているこっちまで震えてくる。もう見てられない。恵子ちゃん、このまま続けたら祐介は死んじゃうわ。もう一度死んだんだし。しずるさん、ごめんごめん、やめさせなきゃ。恵子ちゃん、どこ行くの？恵子ちゃんったら。人間だ。一人で歩いちゃ危険だよ、お父さん。気をつけなさい。ここは妖怪たちの世界だ。恵子ちゃん、お願い、お願いだからもうやめさせて。やめさせるだって？死んじゃうわ、ユースケが死んじゃう。そんなわけにはいかねえよ。恨めしはとんでもねえ敵と出会っちまったんだ。そいつは桁違いに強くて、俺たちはてんで歯が立たなかった。戦った時は 20% くらいだった。そしてこれが、一度奴と真剣勝負をするために、俺も恨めしも命がけで戦ってるんだ。そんな、恨めしは何だってやる。この戦いもそこへたどり着くための一歩なんだ。それに恨めしは相手のためにも戦ってるんだ。え、相手のために？そう、格闘技ってのは一度戦えば相手のことが全部わかるんだ。力や技だけじゃねえ、相手の全人格までもな。だから忠のことを一番分かってるのは恨めしなんだ。恨めしはよっぽど忠のことが気に入ったらしい。あの戦いぶりを見りゃよく分かる。戦う相手に報いること、それは全力を出し切る以外にね。だから決着がつくまでどんなことがあってもやめさせるわけにはいかねえんだ。忠介、けえや！いや、両者気を伺っている。隙を見せれば一瞬のうちに勝負がつく。よし、
中のペースだ。なんたって中には無敵の武器がある。あれを出すタイミングを伺ってるんだな。今だ。でかー、銃のヘッドバット、これで決まりだ。入った角度が裏飯のもんだった。捨て身のヘッドバットは裏飯のとっておきの切り札。どんな相手でも負けるはずはねえ。セーブ。嫌な野郎だ。切り札まで一緒だったぜ。ナイン、テン、勝者裏飯。3対1で裏飯チームの勝ちです。回戦突破だぜ。はあ、やっと勝った。しかしすごい戦いでしたね。まったく見ているだけで疲れてしまう。こっちの身がもたん。負けた。私の全財産をかけた六遊会チームが。まあいいものを見せていただきましたよ。じゃあ完全にダウンしてる。石板をぶち割ってる。信じらんねえ。銃の鉄頭をぶっ倒す生身の野郎がいるなんて。うらめし。デスマッチに負けたんだ。とどめを。元気になったらまたやろうぜ。うらめし。そうてめえら口先だけじゃねえか。せっかく応援してやったのによ。ふぬけが負けがしねえ。六遊会だと話せんな。駆け金返せバカ野郎。いやつ片付け。くたばれ。勝手なやつらだぜ。まであれだけ肩入りしてたくせによ。へっ、勝手に吠えろ。お前ら怖くて降りてこれねえくせに。ぐだぐだ言ってねえで降りてきやがれ、こら。文句あんなら俺が相手だ。とことんやってやんぜ。浦飯雄介。カラス、浦飯雄介をどう見る。やがて我々と戦う相手だ。それまで勝ち残れるかな。トグロ。なんとか一回戦を勝ち残った雄介たち。だがそれは壮絶な戦いへのプロローグでしかない。